お待たせいたしました。こんにちは、美眉アドバイザーのパスモと申します。よろしくお願いいたします。それではですね、早速施術の流れをご説明しながら始めていきたいなと思います。はい、それでは、まずお客様の眉毛のこちらの状態ですね、眉メイクを落とさせていただきまして、ちょっと状況を把握させてください。はい、前髪を横に流してもよろしいですか。こちらのピン止めを使ってですね、ちょっと止めさせていただきたいんですけれども、はい、じゃあちょっと触りますね。はい、失礼します。はい、大丈夫ですね。はい、ではしっかりと眉メイクを落とさせていただきますね。はい、少し冷たくなります。失礼します。ありがとうございます。なるほどですね。これですね、まあ、お客様の眉毛をちょっとデッサンしてみたんですけど、見えますか。このような眉毛の形をされてるんですね。で、今太眉だと思います。こちらですね。はい、で、やや全体的にシルエットがですね、ぼやけておりまして、で、こちらの眉毛の周りがこうやって細かい産毛がですね、生えてるんですね。ここをワックスでフィクシングして細かな産毛を取りつつ、残った産毛はピンセットで細かくね、取り除きまして、で、眉毛をきれいに整えていきたいなと思っております。はい、ではそれはですね、どのような形の眉毛がお客様に似合うのか、私独自のやり方でですね、骨格、顔のパーツ、いろいろですね、情報があるものを調べさせていただきまして、このようなですね、メジャーなど使って測らせていただきたいなと思います。
いろんなお客さんはびっくりされるんですけれども、はい、いろんな情報源を得ながらちょっと考えたいので、はい、もしよければ目を閉じてください。失礼いたします。眉で触りますね。ですね。はい。なるほど。わかりました。お客様に似合う眉毛の形はですね、3種類ございます。はい、少々お待ちを。すいませんね、切るのを忘れておりまして。はい、こちらですね、こちらの3種類のですね、眉毛の形が合うのではないかと。一つずつ簡単にご説明させていただきます。まずこちらですね、見えますか？
はい、こちらの眉毛は一般的なナチュラルな眉毛の形になっております。こちらですね、やや太眉寄りの眉毛の形にはなるんですが、なだらかな緩やかなアーチを描いている、どんな服装にも合う眉毛の形になっております。そうですね、今私の眉毛もややこちら寄りの眉毛の形に近いんですけれども、はい、調べたところ、お客様のですね、骨格はやはり太眉が似合うお顔立ち、骨格をお持ちなんですね。なのでやっぱりこういう今の眉毛よりかは細いんですけれども、このようなもうちょっと細めの太眉でも似合うのではないかなと思います。はい、そして次はこちらですね。はい、フェミニン眉と申しまして、先ほどのナチュラルな眉毛と何が違うのかと申しますと、先ほどの眉毛よりは細いで緩やかなアーチがないんですね。まっすぐ、ややまっすぐな形のフェミニン眉になっております。若い女性に人気なタイプですね。若々しい印象を与える眉毛の形ですね。こちらも似合うかと思います。はい、では次こちらですね。はい、こちらは一辺もうお分かりかと思うんですけれども、こちらはあの美人眉毛、美人眉と申しまして、もう分かりますね、細眉でございます。こちらの眉尻にかけてですね、もうキュンとキュンとですね、細くなっておりますね。こちらの眉毛にすることによって顔をシャープにですね、見せる効果がございます。はい、なのでですね、こちらの眉毛も結構人気が高いものになっております。はい、今回はこちらの3つのですね、眉毛の形ご提案させていただきたいなと思うんですけれども、ご興味のある眉毛の形ございますか？はい、今までやったことのない眉毛にかしこまりました。こちらの美人眉、こちらの眉毛でよろしいですね。かしこまりました。ではですね、こちらの眉毛に決まったところで、次の段階に行くんですけれども、少々お待ちくださいね。こちらですね、こちらのコンシーラーを使ってで、こう眉毛じゃなくてコンシーラーをですね、筆に取りまして、ちょっといろいろ描いてしまったんですが、見えますかね、見えるかな。はい、この眉毛の周りにコンシーラーをこう分厚くですね、こう買いますか、こう
こんな感じで、塗らせていただきます。はい、お肌の負担を軽減するためにですね、ちょっと塗らせていただきたいんですね。はい、では。はい。失礼します。失礼します。こっちも、はい、はい、塗らせていただきました。よし、塗らせていただいたんですけれども、はい、次はおつ、ですね、またこちらのペンとこちらの眉パウダーですね、をこうつけさせていただきまして、お、ちゃんとやった方がいいですねこれ。つけさせていただき、こうですね、見えますか？はい、この眉頭、眉山、眉尻、こうやってですね、わかりますか？眉頭、眉山、眉尻、眉頭、眉尻といったですね、このように大胆にお客様の眉毛にちょっと描かせていただきます。はい、この基本の3ポイントをですね、取ることによって眉毛の黄金比というものを測らせていただきます。では失礼します。はい。大丈夫です。はい。はい。そして、はい、次はですね、眉のデザイングに入ります。こちらの美人眉毛のシートを使います。こう折るんでしたね。
れは実はシールになってるんですね。こう外すことが、あ少々お待ちを。おっとっと、びっくりした。今ちょっと破れた音が聞こえたような気がしますね。気になさらずに。そうで、この美人眉毛のこう、お客様の眉毛のところにこうペタッとですね、貼らせていただきたいんですね。よいしょ。じゃあちょっと貼りますね。はい。で、眉毛のとこだけシールが、穴が開いてたと思うんですけど、そこにですね、先ほどのこの眉パウダーを分厚くまた塗っていきます。はい、では失礼します。あ、目を閉じてください。はい、失礼します。塗りました。そしたらですね、こちらの眉シートを取らせていただきます。はい。で、今とても濃く描かれている眉毛の状態です。はい。さらにですね、今の多分眉シートのシールの効果でコンシーラーが取れてしまったかもしれないので、また再度塗らせていただきます。はい、失礼します。こっちも行きます。はい、よし、できましたね。では次はワクシングに入ります。眉毛の周りの産毛をですね、こちらのワクシングテープを使って使って、このワックスですね。この
ワックスを、こちらの綿棒を使ってですね、このこちらワックスを取りまして、またですね、こちらの眉毛の周りこう塗りますよ。塗って産毛のあるところにこう塗りまして、これをこうつけるんですよ。つけてちょっと勢いよくバッて取ります。で、私がすかさず指をこう押さえます。はい、このような工程を産毛のあるところに少しずつやっていきます。はい、ではね、もう一回新しいテープを取ります。じゃあいいですか？またメイドしてくださいね。はい、じゃあ失礼します。テープありますよ。じゃあちょっと勢いよく剥がします。こんな感じでやっていきますね。痛いですか？大丈夫ですか？わかりました。もし痛かったり、こうシールを剥いだ時になんか違和感がありましたら教えてください。はい、じゃあ取りますね。はい、大丈夫ですか？はい、では取りますね。はい、はい、次はこっちやります。じゃあ取ります。はい、はい、
では撮ります、はい、ラストです。来ました。痛かったですか？大丈夫ですか？痛かったです。では次は取り切れなかった細かな産毛をですね、ピンセットで軽く取らせていただきます。目を閉じてください。はい、来ました。ではですね、次は、そうですね、こちらの眉バサミを使って眉毛の長さをちょっと整えさせていただきます。こっちでしたね。こっちだ。これですね。これでやります。では目を落としてください。はい。
い、できました。すいませんね。で、次はそうですね、綺麗に整えさせていただいたので、一度またクレンジングウォーターを使って、いろいろ眉毛に描いたじゃないですか。あそ、また綺麗に取ります。ですね、この、あ、ちょっとお待ちを。こちらのですね、お肌をクールダウンさせるちょっと薬剤を入れときましょう。はい、では失礼します。で、今お肌の方が敏感になっておりまして、ワクシングテープでね、少し赤みが出ておりますので、こちらのスライムジェルを使ってクールダウンさせていただきます。こちらですね、こちらのとても冷たいスライムになっております。はい、じゃあこちらをですね、冷たいですか。はい、ではですね、おほほほ、ですね、ちょっと多かったかな。しばらくちょっとクールダウンさせたいので、心地いい音を聞きながらちょっと休憩なさってください。心地いい音をご提案します。
かがでしたか？冷たかったですか？大丈夫ですか？はい。あ、赤みが少し引いてきましたね。だいたい、今日はあまり眉周りを強くこするのはお控えください。はい。では、早速、あれですね。眉メイクに入ります。先ほどの、よし。こちらの眉シートですね。再度貼らせていただきますね。あ、その前に、確か、大丈夫でした。こちら貼らせていただきます。ペタッ。はい。ではもう綺麗な美人眉のですね。形はもう作られたので、あとはもう軽くメイクをすれば完了でございます。失礼します。いい感じですね。ではシート外しますね。はい。よし。ではですね。ではね。もうラストに入ります。こちらのハイライトカラーを使ってまた筆にとってですね、はい、失礼します。こちらのハイライトカラーを眉の周りに塗りますとワントーン明るくなりますので、眉周り眉毛の形がとても綺麗に引き立ちます。はい。こんな感じですね。塗っていきたいなと思います。はい。ではまた目を閉じてください。失礼します。口も行きますね。はい、できました。
て。こちらですね。眉マスカラで全体の色味を整えます。失礼します。はい、終わりました。はい、ではピン止め失礼します。はい、終わりましたよ。失礼します。はい。はい。こちら鏡です。どうぞご覧になってください。失礼します。はい、いかがですか。はい、ありがとうございます。とても素敵な眉毛になっております。はい、少しお疲れになりましたか。大丈夫ですか。はい、本日はこれにて終了でございます。またのご来店お待ちしております。ありがとうございました。